クラブにて行われている国内女子ツアー2021年初戦大金王キッドレディスは大会3日目が終了注目の渋野ひな子はイーブンパーでラウンドし首位と6打差の通算6アンダー12位タイでフィニッシュした首位と4打差の5位タイでスタートした渋野ひな子は序盤パーで粘りのゴルフを続けるも9番でボギーを叩き スコアを一つ落として折り返す。後半もなかなかバーディが奪えずパーを重ね。15番でこの非初のバーディを決めたものの、結局1バーディ1ボギーのまま終えた。3年7、ヶ月ぶりに優勝を狙う森田遥とプロ2年目の西郷真央が、互いに2つスコアを伸ばして、通算12アンダーとし、共に首位をキープ。2打差で、 小祝井桜、田辺光、菊池エリカが3位タイで追う展開だ。1イーグル6バーディ1ボギーで65の高スコアで出した稲見萌寧が通算9アンダーで6位タイに浮上している。前日は刻んでバーディをダッシュ、渋野ひな子はなぜ最終ホールで2オンを狙ったのか、スコアを5つ伸ばした2日目に、 練習している80から90ヤードを残すようにしましたという戦略で4つあるパー5すべてでバーディを取った渋野ひな子。この日も4番、7番、11番と3つのパー5を同じように攻めたが、最終ホールだけは違った。18番のティショットはフェアウェイセンター。ピンまで248ヤードまで運んだ。風は、 ほぼまっすぐのフォローで。3番ウッドを持てば距離的には届く。一方で花道はグリーンに近づくにつれて狭くなっており。グリーン手前には左右にバンカーが配置。入れたらバーディは取れないというロケーションだ。前日は風が逆だったこともあり。ティーショットをフェアウェイセンターに置くも残り250ヤード以上。 早々にレイアップを選択して5番のユーティリティで刻み、ウェッジの3打目を1、5メートルにつけてスコアを伸ばしていた。どちらでも攻められるシチュエーションに、迷ったと渋野ひな子、手前にバンカーが2個あって、あれに入ったらダメと考えてしまう気持ちもありました。ただ、前の組がグリーン上でプレーしている間に結論は出た。 フォローだっったたたのので狙いいいというのがわった覚悟を決めて放ったショットは、バンカーの間を抜けたもののグリーンの傾斜で右に落ちて、ラフに、日本はならなかったが、それでも、渋野ひな子は納得した、グリーンの右サイドに乗って、そこから傾斜でフックしていい感じに、ピンに寄っていっ,ってくれればいいなという感じでした。でも、 抜けていってしまいましたが、あの、セカンドショットは、個人的には上出来でした。このホールは結局バーディとはならなかったが、3打目と4、打ち目が問題であって、2打目は良かったと攻めた後悔は、ない。2019年、20年に、ターゴで、バーディが少なかったことを反省し、ウェッジを4本入れて100ヤード以内のバリエーションを、増やすなど、 試行錯誤を繰り返している、渋野ひな子。新たなことに挑戦しつつも、積極性という自分の良さも失わずにプレーしている。その二つが高いレベルで合わさっていけば、さらに強い渋野ひな子が見られるはずだ。自分のやるべきことを超えた渋野ひな子は、イーブンパーで12位タイも、前向き。入る日があれば入らない日も、 国内女子ツアーの2021年初戦となる大金王キッドレディス沖縄県琉球ゴルフクラブは大会3日目が終了今大会初出場の渋野ひな子はイーブンパーで回り順位を7つ落として12体につけたこの日は終始粘りのゴルフで序盤からパーを重ねた9番でボギーを叩いてスコアを1つ落とすも 15番でバーディを奪い、トータル1バーディ1ボーギーの72で終えた。ティーショットが良かったもののパッティングで苦しみ。オンライン会見では悔しい場面もかなりありましたけど、よくイーブンで回れたなと率直な感想を漏らした。パッティングは入る日もあれば入らない日もあるな、と前向きに捉える。調子そのものは悪いわけではないと話し、 自分の打ちたい方向には打てているので、ラインに対する距離感を合わせていくのができてなかったと、課題を挙げた。首位と4打差の5位体と高順位でのスタートだったことも、あり、上位との差を見てしまう場面があったので、自分のやるべきことを超えてしまったと集中力を欠いた、点も反省した。明日の最終日に向けては、1週間の中で一番いい。 ゴルフができるように目の前のことに集中して、やれることをやりきると意気込みを語った。次のオーディオビデオでお会いしましょう。